video camera は instant それでフィードバック可能でしょ。ビデオではそれをもうダビングによって私と言ってるところを彼と言ってみたり、その言い換えることが可能になるんですね。で現像しなくてその0秒で伝わってくるわけ。その作品は女の作品って言って、タンポンを撮った作品なんですけど、日本ではあの上映してもなかなか、じゃあ子どもたちに見せましょうかって言わないけど、カナダで上映、ウニペックっていうところで上映した時は、ね、小学校の先生が来て15万ぐらいとかで買ってくれたからね、そういう教科書に。で、ストカウゼンは僕の作品をアトリエ見に来てね、お前のこの作品は素晴らしい。まああのね、ネオダダっていうかね、ダダ的な、まあ、あのところが来てる人はいるんですよ。上映会を渋谷の天井桟敷でやるので、作品出品しないかって言われて、それが、まあ、事件公募の映画とか映像の始まりがそこにあった。なんかで言うとそういう、今でもそうだけど日本文化の中で、なんかで言うとピカソ持ってきたり、なんかセザンヌ持ってくると当たるじゃないか、みんな。でそれはヨーロッパの洗脳なんだけど、それがまあちょっと分かんないっていう。